この問題は直流回路に関する問題です。それでは問題の説明をいたしましょう。このような回路で、ここに 10V を加えたところ、回路に 10A が流れた。その時にですね、この R1 と R2 の回路に I1 と I2 が流れた。その時 I2 分の I1 はこのような関係がある。はい、 R2 の値はいくらでしょうかという問題です。はい、それではやってみましょうね。はい、一応抵抗は全部キロオームで表してみましょう。そうすると、はい、ここの両端の合成抵抗、はい、これは R はイコール、はい、ここは10ミリアンペア、10×10 のマイナス3乗分の10です。いいですね。したがってこれは、はい、これを消えて10の3乗だから1000オームとなります。いいですね。はい、ではこの R1 と R2 の合成抵抗、これはいくらでしょうかというと、はい、R1 足す R2 和分の積、 R1 R2 イコール、はい、これはですね、全体の抵抗から200オーム、100オーム、これ引いたものですよね。はい、 R マイナス、 R は両端の抵抗ですから R マイナス100、マイナス100、いいですね。したがってこれは R は1000オームだから、1000マイナス、はい、これは200です。マイナス200だからイコール800オーム。いいですか。はい、またこの式から、この式から、与えてくれたこの式から I1 はイコール2I2 イコール、これがいいですね。 I2、 はい、I2 イコール 2I1、 I1 となります。はい、また R2 の両端の電圧と R1 の両端の電圧は同じですから、はい、 R1I1 イコール R2I2 です。はい、ここでこの関係式をここに入れましょう。そうすると R2×2I1 となります。そうするとこの式とこの式から I1 が消えますから、はい、R1 イコール 2R2 となります。こういう関係が成り立つ。はい、したがって R1 をここに代入してみましょう。そしてこの式から求めてみましょう。はい、
R1 は、はい、これは 2R2 プラス R2、 はい、2R2 かける R2、 はい、これは3R2 分の 2R2 の事情と置きます。イコール、はい、3分の 2R2 と置きます。いいですね。はい、これがイコール800オームです。いいですか。はい、したがって R2 は2分の3かける800イコール1200オーム。いいですね。すなわちこれは、はい、1.2 キロオーム。となって求めることができます。以上がこの問題の解き方になります。ここでやっぱり大切なのは抵抗、これをすぐに分かること。いいですね。全体の抵抗が分かること、それから並列の合成抵抗は2個の場合は和分の式で求まるんですよということです。このことをよく気をつけて、解いていただければ、簡単に解けると思われます。